アニメ化。サイコニュ高機動試験用ザク。型式番号 MSN01。 メカニックデザイン規格、モビルスーツバリエーションが初出。時は宇宙世紀 0079、 一年戦争後期。ジオングに搭載するサイコミュ兵装のテストベースとして作られたサイコミュ試験用ザク。ザク 2F 型にジオングへつながる技術を多く詰め込み、その実験のために3機が作られたこの機体は、稼働時間をはじめサイコミュ兵装の精度や、高機動戦闘においても問題が多く、望んだデータを取るには力不足と言わざるを得ない出来であった。そしてサイコミュ試験用ザクで試されたのは、ジオングに用意されていた2つのプランのうち、脚部のアンバック機動を利用したモビルスーツで、サイコミュ兵装を制御するというプランであったわけだが、それでは今一つであった高機動戦闘での実験にて、十分なデータを取れるようにするために、もう一つのプランを2号機を回収して進めることになった。そうして生まれた機体が、このサイコミュ高機動試験用ザクである。他に本機の名称は媒体によっては、サイコミュシステム高機動試験機やサイコミュシステムザク、サイコミュ運用試験用ザク2、高速機動型ザクと呼ばれることもある。本機はサイコミュ試験用ザクに、ジオングのもう一つの開発案である高機動バーニアを用いて、高機動戦闘時にサイコミュ兵装を制御するという、大きな技術課題の達成を優先して改修を施した機体であり、その特徴として両脚部を、4機1組で構成される大推力のロケットエンジンに換装し、それ以外の部分はフロントスカートの形状と、機体色が白と赤いラインで構成されたものに変更されている。また、脚部の大改修に伴い、着陸はロケットエンジンの隙間に8機が付けられた、ランディングギアを用いて行う形になったようである。そして武装に関してはベース機と同じく、両腕部にオールレンジ攻撃用のサイコミュ兵装である。有線5連装ビーム砲があるのみとなっているわけだが、脚部の大改装によりモビルアーマー並みの速度を実現した本機は、高速軌道の中でサイコミュを用いたオールレンジ攻撃を実現するという、大きな壁に挑むための準備はできたのである。ちなみにベース機はその見た目から、マウンテンゴリラというあだ名を付けられていたが、本機の場合は巷ではタコ足という愛称で呼ばれたりもしていることから、宇宙をかける超高速魔法タコといったところであろうか。以上がサイコミュ高機動試験用ザクの性能と武装になるが、本機はベース機での失敗から脚部を大きく乾燥したことで、今度こそジオングへ届ける大きな結果を残せることが期待された。そして、高機動戦闘におけるサイコミュ兵装の制御という、最大の課題は達成できた一方で、ザクの素体がベースでは搭載できる燃料に限界があり、稼働時間が短いという壁を越えることはできなかったようである。もっとも本機はそれゆえに、素体次第ではいくら機動力を生かそうとしても、限界があるという教訓を残すことになり、その結果ジオングは素体を新規に設計された大型のものにした上で、本機を含めたテストベースたちのデータを反映して、完成に至る形になったのであった。その後、本機は一説では戦況の悪化に伴い、サイコミュ試験用ザクの3号機と共に、アバオアクーの戦いに身を投じたとも言われているようだ。そして、いくつかの部隊で本機の姿は確認されているようで、富士急ハイランドで展開されたアトラクション、ガンダムクライシスでは、カラーリングがノータンブルーを基調としたものに変わっているため、新たに作られたものなのか、色を塗り替えられたものなのかは不明だが、地球連邦軍に占領された直後のソロモンを襲撃する本機が登場しており、漫画、機動戦士ガンダム、ゼロの旧作では、アバオアクーのエスフィールド内で、大破した本機が描かれている。その他、パラレル宇宙世紀の一年戦争とその後が描かれる。漫画、およびアニメ、機動戦士ガンダム、サンダーボルトでは、アバオアクー防衛戦にて、ビリー・ヒッカム少尉が狩る機体として登場し、特にアニメ版では多くの地球連邦軍のモビルスーツを撃破するなど、
サイコミュ兵装の脅威を存分に披露している。余談だが本機の型式番号である MSN-01 は、最初は MS-16X で進められていたジオングの型式番号が、本機の運用データを参考に MSN-02 に変更された際に、一緒に与えられたものであるらしい。また、本機と同じ型式番号は、テレビアニメ、機動戦士ガンダムの没シナリオや機体が書かれている。富野メモに登場したシャア専用機であるキケロガが、プレイステーション用ゲーム、SD ガンダム、G ジェネレーション F や、ボードゲーム、トワイライト・オブ・ジオンなどの、ゲーム媒体に登場した際にも使われている。その他、本機のデータは、後の時代にて再利用される機会があったようで、宇宙世紀 0096 が舞台となる漫画、機動戦士ガンダムユニコーン、ワンデシネや、機動戦士ガンダムユニコーン、袖付きの気づき帳は歌うでは、ギラズールをベースに、本機のコンセプトをこの時代の技術で再現したモビルスーツである、クラーケズールが袖付きの機体として登場している。今回の解説はこれで終了となります。ご意見、感想等、コメントをお待ちしております。最後までご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次回にまたお会いしましょう。